クイックで行きましたがインサイド空振りの三振です。かなり厳しいボールがインサイドに来ました。上原になるかもしれません。詰まった詰まった。ハンソン追いつく。スリーアウトです。詰まったピッチャーゴロ上原スリーアウトです。思ったことが良かったですね、はい、セカンドゴロ回り込んで加藤豪介ワンアウトです。ラストボールは見た見逃しの三振。ボール3まで行きましたが序盤の3回を終了0対0両チーム得点はありません。整えてきました。振っての三振阿部。これはやっぱり一つ前のボールがやっぱり効いてくる。ここは沈んだ。スイングアウトの三振です。インコース見逃しの三振ズバッときました。いわゆる高橋さんクロスファイヤーというようなクイック気味抜いたボールチェンジアップ三振2アウト。2点取ってもらった。これまたセンター方向磯畑余裕があります。スリーアウト。ヒットショートゴロ先制ツーラン。ハンソン。あとは大谷ヒット打たれますね、はい、そのライトですが万波追いついています。ショートゴロハンソン回り込んで柔らかいスローイング。この回も三者凡退に上原が抑えています。